そろそろ暑くなってきたからさユースケがしたうんこ流せよ雨でうんこの匂いは充満するからさ暑い日は頼むぞおいお前のユースケの扱い方ちょっとひどすぎやしねえかあれ世話っていうか暴力だよ今流行の言葉で言うと DV っつーの自分でもそういう自覚あるのか そうか、あるのか。大体なんだよ。なんであんなにユウスケに雷落とすかね。お前、どえすか現実社会だったら誰もついてこないよ、こんなの。従業員にはね、機嫌よく働いてもらわなきゃ。出ないとおまんま食いっぱぐれるぞ、経営者も。頼むぞ。ユウスケのうんこの話で思い出したんだけどさ。 最近都会から公衆トイレ消えただろう。うんこ我慢する動物って人間だけだからね。動物はところ構わずすぐしちゃうよ。だから公衆トイレがないと厳しいよな。っていうか、公衆ってつくもの全部消えちゃったよ。公衆電話も公衆浴場も。ある意味住みにくくなったよな。街で突然うんこしたくなっちゃった時困るもんな。外歩いててさ、急にうんこしたくなっちゃった時、 どれぐらい我慢できるお前そんなに我慢できんのすげえ都会人だなうんこ我慢できない人ってさ秋っぽい人とか浪費家が多いんだぜ新人代謝が激しいからうんこ我慢する動物って人間だけだよしかしうんこってなんで臭いんだろうあのね 俺はこう思う思んだよ実はうんこが臭いんじゃなくてねそうプログラムされてるだけだってねそうしたおケはどんなに腹減ったってうんこ食おうとは思わないだろう神様はうまいよね本当の教育ってさ何かを無理やり押し付けることじゃなくてさ教えてることがありがたいって分からせることだと思うんだよその点神様はうまいわ俺もそうありたいね お前もな。